上野公園萌ちゃんが大阪に行きます。覚悟を決めて大阪で1年間、ね、はい、失礼のないようにおふざけなしのガチで行きます。はい、おふざけなし。フルスイング。フルスイングでホームランで行きます。マジで。お、三遊間。三遊間。勝つまでやる。俺ピッチャーしてくれ。バッターはもうできるから。今のところまだ。今1年半まで。カルさん、マジで1年最後に加藤美希典さんという。あの左ピッチャーの方が来た時に慶応のね、はい、加藤さん、あれが多分ラストかもしれないです。俺投げたんだ、あの時。そうですね、あの時1イニング投げて投げ切りましたね。おマジで。はい、それ以来かな。あー、いける。全然走る。マジで左バッターだからさ、デッドボールないからさ。確かに。何この EDM。登場曲みたいな。かかってますね、上野公園。ちょっとびっくりした。おー、いい。確かに逆に肩が生き返ったかもな。あの加藤さんがマジでピッチャーやるのめっちゃレアやから。光栄すぎる。まさかの。ちょっとあっちで近くで 見に行こうぜ。はい。あれ中学校の時ちょっとやってたんでしたっけ。いや、中学校の時バリバリピッチャーやったから。あ、そうか、ピッチャーだ。そうそうそう。じゃあ、あの辺から。21年前だ。もし生まれてないぐらい。おお、いい。全然無構図で取っていきますね。マジで。そうそうそう。あれ投げてるのまだ見たことないか。ないです。あそこないだ。確かにないか。ショートやってたんだ。やってたっていうか。そこに立ってただけだけど。最後あのホームラン萌ちゃん持ったもんね。はい。あの時。最後で。そうだ、萌ちゃんが4番だったんじゃない。俺、あ、じゃあ俺4番で萌ちゃん5番だったのかな。萌ちゃんが3番だったような気がしますね。確か。うん。そうだそうだそうだ。ちょっとなんで植木くんが不安そうな顔してるの。植木はキャッチングリーフは。すっげえ眩しいですね。なんか大丈夫こいつって顔だった。少年野球とかだとああいう 顔つける。いるいるわ。じゃあ、もいちゃんもちょっと打つか。打ちますか。ああ、はい、うん、打つ方どうなん。打つ方は特に問題はない。いや、あんま良くないです。あ、そうなん。あ、昨日もやってたんだっけ。昨日もやってました。でもまあ、いけると思う、打つ方が、うんうん、不安要素は少ない。でももう投げるの終わったからな。そうですよ、ね、もうこれ思いっきりいける。おい、基本多分外ばっか投げてくるからマジで左中間に打つ感じやな。そう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 、こそう今の、はい、ラスト。そう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 、絶対勝つぞ。絶対勝つよ。マジで勝つよ。まあでもあのまた帰ってくるよね。
帰ってくる。すぐ帰ってくる。ね、でもまあ、一撃打っといて。はい。なんかまさかのあの、カモさんが一度だけ勝負って言ってるから。いや、自分も、うん、あの、シングルヒットはもうヒットとし見なさないんです。はいはいはい。ホームランだけ。ジョニーズの終わった。オッケーオッケーオッケー。加藤さん、ワンポイントある。うん。この中でフォームも球もカーブとかとかもすごいね。自分が襖になって、あ、なるほど。あ、そう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 。おー、いいっすね。急速いいな。ピッチングコーチ、ピッチングコーチはいいよ。今のもちょっと手が遠いんですよ。遠いね、はい、手遠いのはいいんですけど、顔が遠くなっちゃう。力入れてるから作業してたら抜けるわ。こんだけ練習するのあったりがねえか。ちょっとその狭い中でカーブ、カーブ。ウエキ、あの変化球あるらしいから、はい、しっかりリードして、はい、頑張ります。しよう。オーケー。え、どういう感じで打ち取ります？まあ、まあやっぱ最初まっすぐで、やっぱ言っと女の子なんで、球には勝てないと思うんで。はいはい。ほんで2球ぐらい続けて追い込んで、はい、でちょっとやっぱね、あれ振り遅れてるなと思わせて、はい、カーブで三振3球でします。なるほど。さっきあの萌えちゃんに空振り取られたんで、逆にやりかけちゃいました。同じ球投げます。あのイメージでお願いします。よし、行こうか。ホームランだけで、ヒットはもう自分の負けで。行きましょうか。おお、いい、すごい、めっちゃいい。初球変化球、めっちゃ警戒してもらってる。おい、初球からカーブの差に出すなよ。おい、信用されてねえな、俺。打ち合わせするの忘れて。サイン、首全然振ってもらって。あ、OK。あ、抜けた。あ、詰まる。1球目惜しかった。あ、抜けた。さあ、頑張りましょう。ここからここからっすよ。そのスピンに負けてたの、うん、負けてたし、なんか思った以上に足りなかった。球が来ただろ、まさか。やっぱ加藤純一は綺麗だから。初球のカーブがずっと頭に入ってた。もうその時点で感じだった。残像残したんですね。いや、うわ、萌えちゃんちょっとめっちゃ悔しそうよ。ちょっと敵取ってください。もういいよ、じゃあ勝ってこいよ。よし、行くぞ。お願いします。行くぞ。今日俺が全員切ってた。初球めっちゃ良かったね、はい、初球のカーブが一番良かったね。まっすぐ、はい、体のキレが悪すぎてさ、ストレートがさ、ストライク入んねえわ。あ、いいね。狭めた方がいいかも。ちょっと。あ、ここ？はい。奥川くんスタイル。いや、誰？おい！おい！ここが球速かった。
行きます、行くぞ。あーごめん、もうさ、ギャラリーがエグいっすね。ギャラリーの数がエグい、ちょっとね。そうそうそう、ごめん、いや、カットボールです。カットボールなんて言われる。萌えちゃんと、まあ、さっきね、あの対決して、あの萌えちゃんとバッテリーだったんで、さすがにちょっと僕がじゃあ敵を取れてるから。確かにね、お願いします。最近加藤さんがちょっと野球を休みすぎて、うんうん、ちょっとみんなあの心配してたんで、はい、ちょっとこれ勝つを入れようかな。なるほど、お願いします。じゃあ魂の 1打席勝負で OK です。では1打席勝負でお願いします。出てください。じゃあ向こう開けたら大きなゲームだね。1球目ビーンボールいきましょう。のけぞらしてやりましょう。マジでいいね。もう1球だとしたら言えよ。拍手ぐらいで決まってこーん。ゲイシャイ。1球目ビーンボールって言ったのにちゃんとリードに従う。おー、ナイスボール。あー、ミスった、ミスった。ナイスボール。ストライク。なんかちょっとこっち回転、茶色回転ボール。スライド回転してるね、これ。ああ、ちょっとカットボールっぽい。そうそうそう、ジャイロボーラーだから。劇的。やばい、やったやったわ、これ。やりました、ファインプレー。マジか、やったわ、これ。やりました、ファインプレー。マジか、これですよ。ソファにキャッチボールした甲斐がありました。ストライク入るようになったな、これ。ちょっと、いや、そうっすね、全然ピッチャーっすよ、マジで。よっしゃ、ちょっとどうだった、ピッチングコーチ。いや、もう完璧ですね、うん、あのやられた。だからね、あのこっからが早い、こうして。朝を、そうそうそう、クイックみたいな感じで、クイックみたいでした。オッサーみたいな感じで、うわ、ミスった。じゃあもう加藤さん、あの1球目もう思い切ってインコースのハイ、インハイでのけぞらしてやろうって言ったんだけど、植木がアウトローかましたから、しっかりそこまで本能が。20年ぶりでもやっぱ本能がしたかった。投げるのかっこいい。どうやって投げるんだろう。あ、ちょっとやられたら、萌えちゃん。やられました。もうなんか、こう、いけるって思っちゃうんで、やっぱその、うん、なんだろうね、力んでこう、下振っちゃうというか。うん、やっぱね、うん、その、回転数。そうそうそう。ジャイロボーラー。例えば嫌な回転したと。はい。こういう感じの。だから、萌えちゃんは大阪で、はい、修行積んで、はい。リベンジっすか。待ってるから。お願いします、もう。また上野で。俺はここで待ってるから。上野で待ってるから。もうリベンジさせてください。ちょっとなんか嬉しいね。加藤さんが投げれるって。いや、もうちょっとですね。え、おいくつですか、今、30? 30、もう今年、あ、6だから。6っすよね、6っすよね。すがさんとため。これリレーあるかもしれない、もしかしたら。ありますね。ほんとに。加藤純一リレー。亀梨くん。あ、そうそうそう、その代か。なんで亀梨くん出てきたか。野球、野球といえば。ちょっとあのキャッチャーも良かったですね。良かった。ありがとうございます。雰囲気も良かったよ。はい。やったことないですけど。すげえ不安そうな顔してましたよね。なんか信頼が。じゃあちょっとまた、じゃあ加藤さんよろしくお願いします。お願いします。萌えちゃん頑張ってね。ありがとうございます。萌えちゃん頑張ります。いってらっしゃい。なんか寂しい。いやー、いや、マジでナイスボールです。はい。ちょっと、あの、J カーブいつ来るかなと思ってたんですけど。サインが出なかった。そうそうですね、そうですね。ただ、はい、小賢しいストレート投げてた、ずっと。ツーシーム投げてた。やっぱそうなんだ。え、それピッチングコーチが教えたんですか。いや、じゃなくて、はい、俺、小学校の時ずっとツーシーム投げてたから。フォーシームより投げやすいんだよね。当時まだツーシームっていう名前なかったよ、多分ね。これが正しいだと思ってた。シュートみたいな、うん。だからか。ちょっと捉えづらかったっす。よかったっす。次回試合でお願いします。お願いします。肩を作っときます、ね。ありがとうございました。いや、いいマネージャーいるわ。すごいわ。乾杯や。やられた。やられた。生きてんな、まだ。うん、全然、ほんと、スーってきますよね。ね、ね、そうなんよ。やっぱしかも、あの、観客さんもいたから、はい、ちょっとやっぱ強かったね、ちょっと。肩取ってほしかった。いや、ミスった、マジで。
ああいう時結構打つんだけどさ、確かにちょっとだけバッターあのバットが下に入っちゃったわ。潰れてましたボール。そうそうそう、こんな形してた。しかもキャッチされたしダメだ、くそやられた、やられた。また頑張ろう、頑張りましょう、また頑張ろう、でも頑張りますよしえでも帰ってくるでしょ、別に帰ってきます。あ だよね、はい、一旦卒業という感じで、一旦卒業ということで、でこの後卒業ノックで、卒業ノックしますか。卒業ノックやろう、はい、お願いします加藤さん、卒業ノック打てますか。後で卒業ノック打てますか。打てますかって俺に言ってる。はい、あ、まあ、で、あの僕と萌えちゃんと、カイ君と植木で受けますあ、じゃあキャッチャー、キャッチャー。5年前に加藤さんと出会ってここまで YouTube を続けることができました。加藤さん、越せるように頑張ります。お願いします。今のもいちゃん、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 いや、いかんできたぞノック